ゆたらさんが初めて普通の食事を食べた。おかえりバンドバーン、バンディです。ムンさんです。はい、バンド系結婚20年おめでとうございます。おめでとうございました。はい、結婚記念日が10月29日でございまして、先日1日ね遊び倒してみました。あんまり外に出るのもとは思うんですけど、まあ、GoTo トラベルとか言ってますし、マスクをして感染対策して電車には乗らず車で行って行って、豪遊してきましたね。豪遊をしてまいりました。いくら使ったの1日で。1日で6万ぐらい使ったんじゃないですかね。今回はだからもう楽しもうぜっていうことで、こういう2人の記念日をどうやって過ごすかっていうのはまだ2回目なんで、よく分かってない。これ何ですか。全然突っ込んでないんだけど。YouTuber なら買っとかなきゃなって買ったけど、ただそれだけです。とりあえず飾ってみただけ。飾りです。というわけで、今回結婚記念日を2人でどう過ごしたのかを紹介していきたいと思います。誰得やねん。イエス。まず我々が遅めに午前中を起きまして、向かった先はこちらでございます。三井アウトレットパーク、はい、車で向かっていきました。違うよ。え、その前にご飯食べなかった？食べた。なんか夜は回らないお寿司食べるから、お昼は刀物で済まそうって言ってマックを食べました。そうです。どっちもセットだったんですけど、はい、私がトイレ行くって言ってトイレ行って帰ってきたら、私のポテト全部なくなって、いやもうだってお腹いっぱいでトイレから帰ってきたら行くんだろうなと思って。もうちょっと食べようと思ったらもうないんですよ。びっくりですよ。それをねちょっとねちねち10分ぐらいね車の中で言いました。食べたかったのに。別にいいんだけど。そう、別にいいんだけどって言うんだけど、ずっと言ってくるみたいな。別にいいんだけど、危機感を持っとかないと太るよっていうのをちょっとつついとこうかなと思って、別にいいんだよ食べても。そうです。そんなこんなで始まった結婚記念日。先ほども言いましたが、その後向かったのは三井アウトレットパーク、はい、でございます。ここでね、いくらって予算を決めて、いくらだったっけ、まあ、2万円ずつぐらい買っちゃおうぜみたいな。で、買ってきたのが、ニューバランスの袋ですね。あそこ行くと僕がやっぱチェックしがちなのは、スポーツブランドですね、基本的には。そんな中で僕が買ってきたのは、こちらの上着、ニューバランス。最近流行ってるんだね、もこもこ。それ良くない？これ。これね、似合ってたよ。なんかシルエットがね、面白いなと思って、結構、もこってしてるのに、丈が意外と短いんですよ。丈感が好きだったのと、このステッチの位置。ここにあったりとかって可愛い。はい、ガタイの人に似合うのかな。そうだね。ニューバランスはアウトレットで買うと一品だけ買ってもダメなんですよ、安くなるの。2点、3点、4点って買うと 10%、20%、30% って安くなってくるんですね。税込みで 13,750 円。これと一緒に靴下をですね、これ1000円なんですよ、1000円。で、3点買って、全部で4点にしたことによって、30% オフになって、全部で11000いくらとかなったんですよ。錬金術。そう。これ1個買うより安い価格でこれがついてきたっていう。アウトレットはいろんな安く仕方があるんで、それうまく使ってね、安く買うっていうので、だからもうこれで11000ぐらいですかね。うん、ちょっと頑張ってみたら、赤っぽい。これギャップ、使い回しがいいじゃないですか。それが2000くらいやったかな、うん、これにも合うなと思って。これで13,000、14,000円かな、うん、で、もう1点、ナイキの M2K テクノっていうスニーカーでございます。このカラーリングがウェメンズなんですよ。ウェメンズって書いてある。そう、ウェメンズなのに 28.5 が売ってたんですよ。すごいね。で、だから珍しいなって思って、これ5000円ぐらいなんですけど、可愛いなぁと思って。このピンクが、オレンジって。そう、ピンクっぽくないんで、そこまで。男でもいけるだろう、みたいな感じがして、5000円なら安いなぁ。僕、動画でもよく履いてる、エアモナークっていうスニーカーがあるんですけど、それと同じ系列なんですよ。ダットシューズ。これで、まあ、1万8000、9000とかになるかな。こんな感じで。ということで、僕の買い物でございました。こんなに買って2万円で済んでるっていうのは、
アウトレットだからだなと思います、うん、はい私はい、うんちゃんなんかそこら辺にあったお店で買った服ですこれでしょだからこれは知らないここで買ったことないジャーナルスタンダードだったんだよねジャーナルスタンダードなんなんそれっていうメーカーだったらブランドだと思うだいたい手に取ってバンディがいいじゃんって言ったのを買いました出すの面倒だなそうだねワイドパンツですねあいいねこれかわいいこれ俺こういうの俺も欲しいワイドパンツですねはいセーター2枚はい白と帽子もね買いましたこれかわいいわはいこれは今ので私は2万円ね約4万円大体女の人がよく悩むけど、うん、うちは逆なんですよそうですこれ買って使うかなって言って1時間ぐらい悩んだかなでお腹減ったっていうか喉が渇いたって言って途中でケーキを食べてパンケーキを、はい、食べて胃もたれしたんです胃もたれして夜寿司食えっかなとか言いながら帰ってきてインコたちにご飯をあげて遊んであげて夜はこちら、お寿司お寿司家の近くの、まあ、これはね飲みたかったんで歩いて行けるところっていうか車で行かないところに行って初めて行ったんですけど美味しかった、うん、1人4000円のコースかな、うん、で、まあ、ビール飲んで日本酒ちょっと飲んだんですけど美味しかった、うんその後、まあ、近くのよく行くバーに行ってですね、あまあマスターにあれあげたんだよね、あのクルソラウォッシュをクルソラウォッシュをあげてちょっと嫌がられて飾るにはちょっとダサいしねっていうので、まあ、おしゃれなお店なんでYouTube デビューですか僕らの行きつけのバーダンですダンということでパンの家の結婚記念日ルーティーンでしたということで、1日が終わりましたはい、それが僕らの結婚記念日です皆さんはどのような結婚記念日を迎えてるんでしょうかよければコメントください僕ちょっと勉強しないとこれで今回は僕はすごい良かったと思うんですけど、うん、みちゃんも良かった良かったよまあね、本当は旅行とかさ行きたいところではあったんだけれどもちょっとね、ご時世もご時世ですしこじんまりとやらせていただきました、はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録も、ぜひお待ちしておりますお待ちしておりますはい、ね、次の動画ではね、発表があるんではいその時にお会いしましょうはいそれでは万能家でございました。皆さん、いってらっしゃい